リアということなんですが、何しろこのバンドの特徴は、まあ、ギタリストですね、最近はちょっとやりませんけど、デビュー当時はランドセルしょってギターを弾いてたっていう、まあここだけちょっと分かっちゃうかもしれませんけども、非常にメンバー体が小さい、ルックスは今一つだけど音楽性で勝負をしているというバンドでございますけども、まあそういうと分かるでしょうね、汗だくで SG のギターを弾きながら首をバゴバゴさせるということから、ヘッドバンキングという言葉をですね生み出したグループでもございますね。さあこのグループは何でしょう、曲を言ってみましょう。